アンドレ・リュウはオランダの音楽家、マーストリヒト出身。世界中で演奏活動を行い、欧米で爆発的な人気を誇っている。ウィンナ・ワルツに特に造形が深いことで知られ、自身でヨハン・シュトラウス・オーケストラを結成した。ヨハン・シュトラウス2世と同じく、ワルツ王のあだ名で呼ばれる。音楽は楽しむものという信念のもと、人々にクラシック音楽を楽しく、 気軽に楽しめるように各種ユニークな演出を試みながら指揮演奏をするスタイルをとっている。演奏するメンバーの衣装も曲のイメージに合わせて全く別の服や民族衣装に着替えたりすることもある。また観客が気軽に参加できる場面も用意されている。近年では日本をはじめアジア各国でもその演奏は知られるようになった。2001年10月に 初めて東京でコンサートを開いて、以来、ほぼ毎年秋に、日本でのコンサートツアーを行う。会場の規模の関係で、派手で大掛かりな演出はできないものの、カラフルな衣装に、奇想天外なパフォーマンスを随所に盛り込んでいる。また、公演の終盤では、美しく青きドナウの演奏に合わせ、ステージ前で即興のダンスタイムもあり、これらを楽しみに会場に来るファンも少なからずいる。 坂本九のヒット曲、上を向いて歩こうや、長崎県の同様である、デンデラ流、2002年公開の映画、千と千尋の神隠しの主題歌を演奏するなど、日本においても知名度が高くなった音楽家である。ありがとうございます。